こんにちは、タラチーです。10月4日にデアゴスティーニから出た楽しいつまみ細工創刊号を見ていきます。創刊号ではサイネリア作りとちりめんブローチ作りの第1回目をやっていきます。中を開けるとマガジンと今回付属のキットが入ってます。今回付属のキットです。温度、手縫い糸、ピンセットのスターターキット、フラワーリース作りに使う濃いピンクの生地、ペップ、ワイヤー、アクセサリー作りに使う開白色のちりめん生地、梅松葉柄のちりめん生地、それとこの裏に入ってた厚紙を台紙として使うようです。フラワーリースのサイネリア作りをしていきます。穴を開けた台紙にワイヤーを通して、この上の方を、よいしょ、ペンチで曲げて、で、これで抜けなくなりましたね。台紙の裏の方に今度は塗って、穴を開けた土台用布を逆側から干していきます。よいしょ。これでくっつきましたね。角を切り落として切れ込みを入れてボンドを塗りました。これを起こしていきます。さらにボンドをつけて、もう一つの台紙を重ねます。これで土台の完成ですね。それでは丸つまみを作っていこうと思います。今回のキットが入ってたこのプラスチックケースの上にボンドをちょっと出して、生地を1枚持って角を合わせて掴んで手前に回す。ここでもう一度押さえて、今度は下の方から広げるようにして角を合わせる。この上の方をちょっと曲げてあげるとできましたね。ボンドをちょちょちょい、あまりつけすぎない方がいいって書いてたんですけど、量が少ないと開いてしまうので、結構しっかりめにつけておこうと思います。これで押さえて引き抜く。はい、こんな感じでつまみ終わりました。予備の布もあるので、それも練習がてらにつまんで、作品に仕上げるときに、ね、形が綺麗なものを選んで使うのもいいかもしれませんね。しっかりね、お尻もくっつけてあげると良さそうですね。花びらのボンドが固まったので仕上げていこうと思います。土台の上の方にボンドを塗って、ここに花びらをつけていきます。点線の上に、花びらを9つつけて少し調整してみました。この口の部分は意外とはっきりと起こした方がふっくらとして間が埋まって良くなりそうでした。続いて半分に切ったペップで花芯部分を作っていきます。ボンドをつけて糸で縛っていきます。1回ぐらい縛って、ペップの間を通すように、よいしょ、縛って、そしたらこれがボンドが固まるまで待ちます。ボンドがしっかり固まったら、下の部分を切り離してお花本体につけていきます。
ボンドが乾いたらサイネリア完成です。同じ要領でちりめんブローチ作りも進めました。色や素材が違うだけで同じ丸つまみでも印象は変わってきますね。マガジンには今回作ったサイネリアのお花の紹介も載っているので、お花が好きな方やつまみ細工にときめいた方にはぜひ挑戦してみてほしいです。はい、今回はデアゴスティーニから出た楽しいつまみ細工創刊号をやっていきました。このシリーズでは各種発売で100号まで発売を予定しているそうなので、つまり200週間約4年間かかるかなり長いシリーズとなるようです。とても長いシリーズにはなりそうですが、好きなお花だけ買って作るというやり方もいいかもしれませんね。それでは今回はここまで。最後にマガジンの綺麗な取り外し方を紹介して終わろうと思います。まずマガジンの一番中央のページを開いてもらうと、ホチキスが4つついています。この一番上と下をペンチを使って外していきます。このように垂直に起こしたら、スッと引くだけで綺麗に取り外せます。この時に真横っていうよりはちょっとこう本を起こしてあげて引くといいかなと思います。一番真ん中のページには点線が入っているので、この宣伝ページも取り外すことができます。それでは改めて、まったねー。